いただきます。ごちそうさまでした。ありがとうございました。
せるんですか。切り刻む感覚では触れられない。ガンガンいっちゃうぜ。やってみろ。俺もいいよ。これだ、行くぞ。これだ。やめるな。決めるぜ。じゃあ俺の番。こっち見ろ。こんな、どうした。なめんなよ。やるぞ。退屈な野郎だ。何すやってやるぞ。やってやろう。どうした。ほら来いよ。やんのか。これでどうじゃ。こぼしてきた。なめんなよ。ほらやるぜ。逃げるなら今のうちだぞ。一緒にしてな。満席か。おい、あれ見てみろ。ナノハだ。よし、早速問い詰めようぜ。バカ、素直に裏引きを認めるわけねえだろ。問い詰めるのはこっちが証拠をつかんでからだ。ここは元刑事の言うことを聞いとこうぜ。はいはい。すみません、ただいま満席でして。いや、待ち合わせなもんでね。ナノハの前に座ったな。あの男、裏引き相手なのか。うん、二人の会話が聞ければ証言が取れるかもしれねえな。証言だってこっからじゃ何にも聞こえねえぞ。カズガ、スマホ持ってるな。俺に電話かけろ。わかった。あのすみません、ただいま満席でして。悪いが便所だけ貸してくれねえか。クソ漏れそうだよな。いいだろう。はい、どうぞ。すみません、わざわざ来ていただいて。大丈夫ですか。ずいぶんと疲れたお顔で。最近体の調子が。早速ですが、まずはお金の件を。お、今金って言ったぞ。あの男が裏引き相手で間違いに。待て、受け渡しの瞬間を押さえてからだ。なんとか200万。はあ、うん、残り300万。もしも10日後に結婚します。でもやっぱり。まさかお父さんにと言ったのはあなたですよ。今さら。いえ、お願いします。でもそんなに。そうですね、やっぱりわかるでしょう。でも完璧に。はい、でも父も。え大丈夫ですね。はい、全てがお父さんもあなたもなれますから。父に会うことは。それはできません。
その方がいい。父を、お願いします。わかりました。さ、もう行きなさい。なんで女が金を払ったんだ。しかも200万って尋常な額じゃねえぞ。菜の葉さんは何か事件に巻き込まれてるんじゃ。事件ってどんな。詳しいことは本人に聞いてみるしかねえ。いっつらな。悪い。おいおっさん、謝って済んだら警察はいらねえよな。どうすんだよ。こいつ骨折れちゃってるぞ。んなわけねえだろ。すまねえが俺たちは急いでんだ。時間がねえなら金で解決するしかねえよな。治療費として10万ほどもらおうか。付き合ってらんねえよ。じゃあな。待てやこら。ラーメン店の2回目に手加減しねえぜ。俺の番ね。来いよ。ほら来いよ。やってみろ。見てろよ。なんだおい。来やがれ。よし、行くぞ。やってやるぞ。ほら来い。やめろな。取っておきな。どうするかね。行くぜ。やめんなよ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 。俺の番だな。大丈夫。よっしゃ。一つ上の男。おい。なあ。社会福祉法人。おそらく介護施設だろうな。随分と風情のある建物だけど。こいつは確か明治時代に建てられた旧財閥系の銀行の建物だ。何十年も前に広域財団が買収したと聞いてはいたがな。日だまりの城か。気品漂ういかにも高級そうな施設だな。確か彼女は親父さんの介護費用を稼ぐためにソープで働いてるって言ってたよな。うん。ってことは親父さんが入所してるのはここかもしれん。じゃあさっき茶店で会ってた男はここの職員か。だとすりゃ何の事件もねえよ。彼女はただ親父の施設料を払っただけだ。どんなに高級な施設だからって200万も現金で支払うか。施設の中で渡すならまだわかるが、喫茶店だぞ。まあそう言われりゃそうだが。喫茶店の会話覚えてるか。彼女はあの男に親父に会わせてほしいと頼んだが、あいつはそれを拒んでた。
だまりの城受付窓口でございます。こちらに菜の葉さんのお父さんが入居してますよね。菜の葉さん、ああ、向こうだ菜の葉さんのことですね。お父様はこちらにご入居ですが、何か。俺ら、その向こうだ菜の葉さんの職場のもんなんだけど、中に入れてくれねえかい。すみませんが、面会は親族のみとなっております。ああ、普通はそうだろうな。いや、面会ってわけじゃねえんだ。実は俺も自分の親父のことで介護施設を探しててよ、菜の葉さんからここが素晴らしいって聞いたんで見学したいなと思ってね。申し訳ございません。当施設では入居契約が完了するまでは内部に立ち入ることができません。え？内部の様子はホームページにてご確認いただけますので、そちらをご覧になってください。質問もホームページからお受けしていますので。見学さえできねえなんていくらなんでもおかしいだろそう。Yeah!
くぞ、おら。ザコが態度でかいね。逃げるなら今のうちだ。かかっておい、来た。してみろ。よそ見すんなよ。君じゃねえ。やめんな。おい、サンキュー。ほら、なめんなよ。あっち行くぞ、おら。これ以上は逃げろ。逃げろ、今のうちだ。行くぜ。Excuse me. Hmm? Can you tell me how to get to the station? Huh? なんだって? Can you tell me how to get to the station? ほほ。英語か。ドント、ウォーリー! Hmm? え、違う。その英語も話せないなんて勉強が足りないね。ん? Can you tell me how to get to the station? Go! ストレート! And turn right! Go! 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 Go your way! Believe yourself! Oh, all right, thank you. You are welcome! イングリッシュ資格検定の賜物だな。ああ、ありがとうよ。すまねえ、英語なんてからっきしで。
礼には及びませんよ。でもあれくらいの日常英語くらいはできないとグローバル社会に乗り遅れますよ。グローバル社会、今は世界を股にかけて活動をするのが当たり前。僕もそんなインターナショナルなパーソンを目指してこの学校で資格を取得し人間力を磨いているんだ。学校、ああこの建物か、大海原資格学校。そう、僕はこの学校にずっと通っていてね、今までに取得してきた資格はざっと50以上にも上るんだ。 50? マジかよ、すげえな。資格なんて俺一つも持ってねえぜ。それはいけない。今は個の力が重視される時代、資格を取って人間力を磨かないと一流の社会人になれないし将来食いっぱぐれるよ。そうだ、せっかくだから体験してみたらいい。体験？ああ、この学校では今初回講習無料キャンペーンをやっているんだ。無料で人間力を磨ける、興味あるでしょ。まあ確かに少し興味はあるけどよ。なら善は急げだ、ついてきなさいな。さあさあさあ、ああ。へえ、ここが資格学校か。こういうところ初めて来たぜ。ここは資格学校業界の中でもかなりの大手だからね。さあこちらが受付だよ。あ、いかにさん。どうも宮越さん、今日も素敵ですね、なんちゃって。あ、そちらの方は。あ、この人ですか。この人はその体験レッスンの希望者です。僕が、この僕怒りが勧誘したんですよ。なるほどね、この子の気を引きたいがために俺を紹介したってわけか。たぶん。そうなんですか、ご紹介ありがとうございます、碇さん。いやー、なーに、宮越さんのためですから、なんつって。私、本校受付の宮越と申します、よろしくお願いしますね。なあ、俺は春日一番ってんだ。春日さんですね。それでは簡単に本校の説明をさせていただきます。耳の穴かっぽじってよく聞くんだぞ。宮越さんがせっかく説明してくれるんだから、一言一句逃さないように。うるせえな。当校は就職から趣味に至るまであらゆる資格のサポートをしている学校です。資格試験の合格率は業界ナンバーワン。覚悟を決めたら大海原をスローガンに、本気で自分を高めたい人を後押ししています。ほう、合格率ナンバーワンか、すげえじゃねえか。ありがとうございます。ただ我々は単に資格が取れればいい、合格すればいいとは考えていないんです。大切なのは資格取得をする中でいかにその人自身を磨くことができるか、人間力を高めることができるか、そこに主眼を置いた教育を行っています。いくら資格がたくさん取れたとしても人として成長できなければ意味がないと考えているからです。いいこと言うな、宮越さんは。お前ちょっと黙っててくれねえか。まあでもなんとなく分かった。俺も資格が欲しいってわけじゃねえけどよ、人間としてもうちょい成長してえなって思ってたんだ。ありがとうございます。では無料体験をご希望とのことで受けたまわりました。ご準備ができましたら私にお声掛けください。無料体験を始めさせていただきますので。わかった。腰が張るぜ。
春日さん、無料体験を始め。なあ、頼むぜ。それではご案内させていただき。どの資格を受験しますか？こちらの資格、頑張ってくださいね。お疲れ様でした。これで無料体験は終了になります。ふう、初めてにしては上出来じゃないかな。まあ僕みたいに資格の達人になるにはまだまだ道のりは長いけどね。いちいちうるせえな。やってみていかがでしたか、春日さん。勉強なんてほとんどしたことねえから大変だったけど、なかなか面白かったぜ。身になるっていうか、自分が成長した感じがして気持ちいいな。それは良かったです。人としての成長、人間力の育成こそがうちの学校の目指すところですから、もしよろしければ入学を検討いただけませんでしょうか。うちは入学は無料、取りたい資格があるときにその講座に申し込んでいただく形になります。申し込まなければ料金はかからない。とりあえず入学しといて損はないわけだから、入学した方がいいよ。宮越さんのためにもするんだ。さあさあさあ。たく、分かったよ。俺も人間としてもうちょっと成長してみてえからな、試しに入学してみるわ。ありがとうございます。一緒に人間力を伸ばしましょう。受けたいコースがありましたらいつでも私に声をかけてくださいね。わかった。だがいろんなコースがあるんだろう。俺何もわからねえ状態だからな。どうしたもんか。あ、そうですよね。何かサポートが必要ですよね。
それなら資格取得数50を超える資格のプロのこの僕がサポートして差し上げましょう。お前が？わあ、イカリさんにサポートしていただけるんでしたら本当に助かります。でもいいんですか？もちろん、宮越さんが喜ぶ顔が見れるんでしたら、もじゃもじゃ頭のおっさんのサポートの一つや二つ大したことはありませんよ。なんつって下心丸出しだな。ですが、イカリさんは資格に関しては下手な職員よりも詳しいので、すごく頼りになると思いますよ。まあちょっと癖はあるかもしれませんが。ちょっとね。まあわかった、よろしく頼みますよ、猪狩先輩。任せてくれたまえ。僕が優しくサポートする姿見ていてくださいね、宮口さん。なんつってはい。それじゃあ春日さん、今後ともよろしくお願いしますね。ご用件は？新しい資格にチャレンジできるようになりましたよ。こちらの資格でよろしいですか？またいらしてくださいね。マジか。わかった。マジか。わかった。
つだ。手加減しねえぜ。俺の番だな。俺の番ね。ほら来いよ。ほら来いよ。来やがれ。どうするかね。やんのか。行きます。これで。ふざけないでください。どうした？よし、行くぞ。さあ、来なさい。やんのか。やってやるぞ。俺の番か。来てみろ。あれ、俺の番だな。ほら、いらっしゃいませ。ありがとうございました。もらえって感じだ。you
よろしくお願いします。お、おい、何もらったんだ。さあ、風俗かなんかのチラシだろう。金のねえ俺たちには縁のねえ話さ。おいおい、これ先着1名様無料って書いてあるぜ。はあ、そんな都合のいいもんあるわけねえだろう。絶対何かしらの名目で金取られるに決まってる。そんなの呼んでみねえと分かんねえじゃねえか。ソープで生まれた俺が言ってんだ、間違いねえ。お前が無所行ってる間に業界だって変化してるかもしれねえだろうが、貸せって。な、おい、先着1名だぜ、善は急げだ。もしもし、あの先着1名無料っていうチラシを見たものなんだが。あ、はい、おめでとうございます。お客様が一番乗りですので、今回は無料とさせていただきます。よっしゃ、本当に金はかからねえんだな。はい、ではお客様、お名前と今どちらにいらっしゃるか教えていただけますか。おお、名前は足立だ。場所は大浜通りのあたりだけどよ。治安の悪い場所ですからね。かしこまりました。すぐに一人一番人気を向かわせますので。一番人気を？サービス精神旺盛だな。うちの良さを味わってほしいですから。それではすぐそこに向かわせますので。ええ、向かわせるってここに？ホテルとかじゃねえのか？待ち合わせ型ってやつか？どうだったんだい？いや、聞いて驚け。一番人気の子を無料で向かわせてくれるってよ。本当かよ？本当だ。最近の風俗はすげえんだぞ。すぐ来るってよ。お待たせしました。あ、いやー、ゴー、なんだお前。アダチ様ですか？そうだけどよ。お待たせしました。デリバリーヘルプのゲイリー・バスター・ホームズです。デリバリーヘルプ？その風俗じゃねえのか？なんなん、デリバリーヘルプは喧嘩のヘルプをするデリバリーサービスです。喧嘩のヘルプ？おい、てめえらさっきから騒がしいんだよ。むしゃくしゃするぜ、ぶん殴ってやる。あお、ちょうどいいところにお試しに、ちょうどいい手ごろなチンピラが来ましたね。なんだかわからねえが、行くぞ春日。なあ、ほら、おいよ、ほら、やるぜ。誰をよくやってみろ。逃げるなら今のうちだ。こいつに決めた。デリバリーよろしく。即死と副上司のみはサービススタートね。ウィキーネイダリーネ、またのご利用お待ちしてます。よっしゃ。なんだこいつ、強すぎる。さて、とどめです。即死と副上司、お好みは？ごめんなさい。コーラにて無料キャンペーンは終了です。次からはお金がかかりますが、またのご指名お待ちしてます。おう、それでは、グッバイ。一体何だったんだ。さあな。
俺の無料風俗がデリバリーヘルプか。金はかかるが、いざという時に使うのもいいかもしれねえな。よこしやがれ。あ、なんだ。いいからその粉ミルクをよこせって言ってんだよ。痛い目に遭いてえのか。勘弁してください。うちの赤ちゃんが待ってるんです。んなこと知らねえよ。また買えばいいだろうが。こっちは今すぐ粉ミルクが必要なんだよ。そんな無茶苦茶な。ヤクザに粉ミルクなんていらないじゃないですか。チンピラが粉ミルクをカツアゲしている。事情がよくわからんが、カツアゲされてる方はたまったもんじゃねえだろうな。仕方ねえ、助けてやるか。おい、事情はわかんねえけどよ、その粉ミルクはそいつのもんなんだろう。え？なんだてめえは。こいつの知り合いか。いや、そんなんじゃねえ。ただの通りすがりで。急いでる時に通りすがりがしゃしゃり出やがって。もういい。こうなりゃ実力行使だ。殺すぞ。やってやるぜ。よし、来た。おう。はい。ありがとうございます。お？ええ。
え？それでは。いらっしゃいませ。いた。ごちそうさまでした。ありがとうございました。来た。してみろ。ザクに。
じゃあ俺の番。ほら、俺はやるぞ。よそ見すんなよ。やってやるぞ。ほら来いよ。こっち見ろや。ほら、僕たちにできることは？ん？バーブー、バーブー。すすむちゃんは本当に甘えん坊さんなんだから。はいはい、おっぱいあげまちよ。は？え？お、てめえら粉ミルクを持ってた。悪い、邪魔したな。帰るぞ。お、お邪魔しました。またんかい、悪い。わしのパラダイスに土足で踏み込んでくるとは、ええ度胸やないけ。この高尚な趣味に水を差すやつは許しておけん。お、お前ら、あいついてもうたれ。へい、本気の悪い気持ちに負けねえぜ。たるわ、よし来た。楽しまじゃあ、ほら来いよ。おいおい、とっておき。どうした？あんた来い。あっちだ。おい、ほらほら、やるぜ。やるやないけ。勝手に入ってしまったことは謝ります。でも勘違いしたのには事情がありまして。ああ、事情やと？はい、実は。なるほど、わしらの鳴き声をほんまの赤ん坊と勘違いしたのか。はい、お楽しみ中のところ本当に申し訳なく。そうとは知らずすまんかった。え、最近は赤ん坊が泣いたくらいで嫌な顔する連中も多いっちゅうのに、見ず知らずの赤ん坊のために。あんたら名は何ちゅうんじゃ？春日一番だ。大島正人です。そうか、いい名前じゃ。わしはゴンダワラ進むっちゅうもんや。ミルクの件じゃうちの若いのがすまんかったな。おう、この方たちにわびミルク買ってこんかい。
もうミルクのことはいいですから気にしないでください。でも粉ミルク買いに家を出ただけなのに随分と時間が経っちゃったな。また妻に怒られるかも。なんや、少し遅れるくらいええやろ。嫁さん、そんな怖いんか。いや、最近ちょっとギクシャクしてて、子供のために仕事を精一杯頑張ってるんですが、妻は僕に文句ばかりで。マサトちゃん、あなた育児の大変さ理解できてる？少しでも奥さんを手伝ってあげた？え？抱っこ一つ取っても首が座るまでは首を支えてあげたり、些細なことでも注意することがいっぱいあるの。赤ちゃんは弱いし繊細、危険がいっぱいなの。だから奥さんは常に気を張ってるのよ。うん、せやな、さやちゃんの言う通りや。わしらのような赤ん坊はミルク飲むときゲップせなあかんから、トントンしてもらったりとかいろいろあるんや。確かにそう言われてみるといつもそんなことしてたような。それに夜泣きで起こされてもなんで泣いてるのかもどうしたら泣き止むのかも全然わからないのよ。わしらは泣くのが仕事やからな。夜中やろうが3時間おきに泣き出したるわ。そっか、じゃあ僕が徹夜で働いてた時あいつは寝てていいななんて思ってたけど。奥さんは赤ちゃんが生まれてからぐっすり寝たことなんてないんじゃないかしら。寝られたとしてもいつ起こされるかわからねえんだもんな。そりゃ疲れも取れねえし辛いだろうな。マサトちゃん、一度奥さんとゆっくり話してみて。きっと二人とも大変なのにそのことをお互いがちゃんと分かっていないからギクシャクしちゃうのよ。そうですね、僕いつも心のどこかで自分の方が辛いのにって思っていました。だけど妻の気持ちになって考えたことはなかった。帰ったら妻としっかり話し合おうと思います。育児だってちゃんと覚えないと。だって僕はお父さんなんですからね。さっきよりええ面になったやないか。でも無理はしちゃダメよ。ちゃんと支え合ってこその家族なんだから。おれ、さっさと嫁さんのとこ行ってバシッと決めてこいや。あんたは赤子のわしのお墨付きなんやから大丈夫や。ありがとうございます。それじゃあ行ってきます。うまくいくといいわね。ま、大丈夫だろう。せやな。お、親父、遅くなりましたがミルク買ってきやした。おう、ほな、あいつが一人前の父親になった記念にいっぱい行くとするかの。おう、あんたもどうや。え、俺もか。せや、遠慮はいらんで。それじゃあ一ついただくとしますかね。おうや。これこれ、この味や。どや、なかなかいけるやろ。おお、なかなかうめえじゃねえか。せやろせやろ。おい、おにょびん、もう2本追加や。人肌でな。ほんじゃ、2本目はお互い清掃でいただくとしようやないけ。え？おお前ら、この兄ちゃんにおむつの用意じゃ。おい、待て。俺は別にそこまでするつもりは。てめえ何しやがった。話せ。おい、こら、いい加減にしねえと。
がなってる。これ柿の木だったのか。改めて見るとでけえ木だな。こんにちは。ん？あなたも散歩ですか？天気がいいと外に出たくなりますからね。ああね、カラちゃん。あんたたちも散歩してんのか。ええ、いつも部屋に閉じこもっていては元気になるものもならなくなってしまいますからね。時々こうやって外に出るんですよ。そうか。どうせ何をしたって元気になんてならないよ。もうすぐ死んでしまうんだもの。あの柿の実が落ちたら私の命も終わりなの。もうまたすぐそういうことを言って、すみませんね。なんか、いや気にするな。それじゃあ私たちはこれで行こうか、カナちゃん。あの子は病気か何かなのかね。柿の実が落ちたらか。開けてみるか。開いたぜ。開けてみるか。やったぜ。ほら来いよ。やめんなよ。
てやるぞ。俺の番だな。どうするかね。行くぞ。捨ててみろ。ほらほら。よし、やるぞ。ほら来いよ。おい、来てくれ。俺の番ね。おい、おい、やめんな。早く俺の番だな。逃げるなら今のうちだって。どうするかね。問題ねえ。これだ。こいつだ。よし、行くぞ。きれいじゃん。よし、やるぞ。
そういえばこの辺に病気のかな子って娘が柿の実と自分の命を重ねているでかい木があったな。実はまだ無事か。ん？どしこーい！どしこーい！マジかよ。おい、あんた何やってんだ。ん？何って、見ての通りこの木でぶつかり稽古でごわすよ。なんでだよ。稽古だったらあんたんとこの相撲部屋でやればいいだろ。自分だってやれるものならやりたいっすよ。でももうそれもできないでごわすよ。ん？どういうことだ。自分のいる相撲部屋は小さな部屋で、親方と兄弟子と自分の3人しかいないんでごわす。稽古の相手はいつも兄弟子だったんですが、兄弟子は他の力士との飲み会に参加した時に、あろうことか一升瓶で頭殴られたんでごわす。一升瓶で。相手は酔っていて覚えていないとか抜かしとりましたが、そのせいで兄弟子は病院オフ、全治3ヶ月。自分は稽古相手を、大切な家族を失ってしまったんでごわす。だから春場所で兄弟子の仇は自分が取る。弔い合戦のため自分はこの木を相手に鍛えているんでごわす。別にあんたの兄弟子死んでねえだろ。あと悪いんだが、せめて他の木でぶつかり稽古をしちゃもらえねえか。その木はちょっとまずいんだよ。断るでごわす。横浜中の木で試した結果、この木が一番大きくて兄弟子に近い感触だったでごわす。こいつとだったら自分はもっと強くなれる気がするんでごわす。兄弟子どんなやつなんだよ。だから自分の稽古を邪魔するやつは誰であろうと許さんでごわす。いや、別に稽古を否定するつもりはねえが、この木になって弓を落とすわけにはいかねえんだよ。自分だって稽古を怠けて番付を落とすわけにはいかないんでごわす。どうしてもやめろというのなら、あんたに稽古相手になってもらうでごわすよ。
柿の実は無事だな。この間は力士がぶつかり稽古していて危うく実が落ちるところだったが、さすがにもう大丈夫か。なんだ。じ、風に流されたか。だが今度は外さねえ。その綺麗な柿を吹っ飛ばしてやるぜ。くそ、おもちゃの玉か。でも結構な威力だなこれ。なんだかわからねえが、あの物騒な野郎を止めねえと柿の実が蜂の巣になっちまう。おい、柿を打つのをやめろ。あ、なんだお前。ああ、さっきターゲットの近くで踊ってた野郎か。あれは踊ってたんじゃなくて、お前の流れ玉が当たって痛がってたんだよ。そうか、そりゃすまなかったな。だがもう大丈夫だ。次こそは必ず柿を仕留める。待て、仕留めんじゃねえ。つかお前、柿なんか打って何がしたいんだよ。別にあの柿に恨みがあるわけじゃない。ちょっと試したかっただけだ。試す？俺は大のミリタリーファンでな、このスナイパーライフルも海外から輸入したもので今日届いたんだ。どうだ、かっこいいだろ。ボルトアクション好きにはたまらねえ一品よ。性能だって本格仕様で文句なしさ。スチール製のシリンダーだから耐久性も抜群。トリガーフィーリングもリアルな再現がされて、とにかくこいつで試し撃ちをしようと思ってよ。ターゲットを探していたらちょうどいいところに柿があってな。なあ、なるほど。それであの柿を狙ってたのか。だが悪いんだけどよ、その狙うやつ変えてもらえねえか。何？あの柿はちょっとまずいんだよ。病気の女の子があれを断る。ね？一流のスナイパーは狙った獲物を変えなどしない。俺はこの連れ添った相棒で奴を確実に仕留めるぜ。今日通販で届いたモデルガンだろ。どうしても撃たせたくないなら先にお前をターゲットにしてやるぜ。上がってこい。よし、行くぞ。かかってこいよ。よっしゃ、行く。よっしゃ、行くぞ。ああ、あっち。とどめだ。おら、おら、ああ。
ん？何の音だ？なんだあいつ、藁人形を柿の木、ん？柿の木。ああ、おい何やってんだお前。僕が何をやろうが勝手でしょう。今は呪うので忙しいんだ、後にしてくれ。いやいやいや、その呪うのを今すぐやめろ。なんでよりにもよってこの木で呪うんだよ。あなたも僕の気持ちなんてわからないですよ。呪ってやるんだ、あの女を。あの女？そう、同じクラスの瞳っていう僕の彼女。お前、自分の彼女を呪ってんのか。なんでまた。あいつ、僕という彼氏がいるにもかかわらず、サッカー部の先輩とチューしやがったんですよ、この木の前で。またよりにもよってな場所でやってくれるぜ。だから僕は呪うんだ、あいつらの思い出の木にこの五寸釘を打ち込んで。待て、彼女に裏切られて辛いのはわかるが、そんなことしても何の解決にもならねえぞ。彼女にも事情があったのかもしれねえし。あなたもあの女の肩を持つんですか。え、どうせ誰も僕の気持ちなんてわからないんだ。みんなあの女の味方をするんだ。いや、別にそういうわけじゃ。もういい、あの裏切り者の味方をするやつ全員呪ってやるよ。まずはてめえだ、このチリチリ頭。僕は甘すぎると痛い目に遭う。死ねえぜ。おい、来た。俺の番だな。大丈夫か。それでは。柿の実、なんとか持ちこたえてはいるが、かな子ちゃんはどうなっただろうか。無事に手術が終わってりゃいいんだが。春日さん。ん？かな子ちゃんの親父さん。かな子ちゃんはどうなったんだ。ちゃんと手術はできたのか。え？おい、
まさか。カナコ、おいで。カナコちゃん、元気になったのか。ええ。窓の外ばかり見て気持ちが沈んでいた娘でしたが、ここ最近は窓を見るたびに笑うようになりまして、無事に手術まで終えて歩けるまでになったんです。そうか、よかったな。それでかな子があなたにお礼を言いたいと。俺に？春日さん、ありがとうございました。私のために柿の実を守ってくれて。いや、大したことはしてねえよ。ううん、とっても楽しかった。あなたが柿が落ちないように力士と戦ったり、おもちゃの銃で撃たれたり、五寸釘男を慰めたり、それを見てたら笑えてきちゃって。外の世界は面白いことがたくさんあるんだな、まだ死にたくないなって思ったんです。そうか、頑張った甲斐があったぜ。でも手術しなかったらもっと面白い春日さんたちの姿を見られるかなって少し思っちゃったけど。おいおい、勘弁してくれよ。冗談ですよ。いい顔で笑えるようになったな。でもこの木にも感謝しないと。今の私があるのはこの柿のおかげですしね。ああ、そうだな。せっかくだし、あの柿食べてみるか。え？食べちゃうんですか？もうかなこちゃんには必要ないもんだろ。それになんかうまそうじゃねえか。実は春日さんが柿食べたくなっただけなんじゃ。バレたか。まあちょっと待ってな。おお、いい感じに売れてそうだな。かなこちゃん、先に食うか。あ、私は後でいいですよ。春日さん食べてください。柿を守った功労者だし。そうか。じゃ、遠慮なく。なる。これ渋柿だだと思った。そりゃねえよ、かなこちゃん。